この後もウェザーニュースライブムーンとアベマでは毎日皆さんの生活をより良くする空気をお送りしていきますので、ぜひご覧ください。コメントもたくさんありがとうございます。よろしくといただきましたね。星マークでパンニャありがとうございます。あの新スタジオに変わりもう1週間は経っているでしょうか。2週間ぐらい経ってますか。それぐらい経ってますか。もうあの皆さんどうでしょうか。スタジオの中は分かりましたか。BGM 結構変わりましたよね。今も結構陽気な BGM で最近そうなんですよね。新スタジオに変わってから新しい BGM を聞くことが多くなって、インターバル中とかも密かに楽しみにしています。スキップから1週間あ、そうですね、あスキップから1週間だったんですね。知ってました。アイリーさんと一緒にさせていただきました。一人じゃねできなかったんですけれどもアイリーさんがいてくださったからこその、はい、あの時間帯となりましたけれども、やっぱりこうスタジオが広くなったのでいろんなことできそうですね。あとさよねさんがあのさやさん社員っていう体操をされていたということを伺ったんですけれども、確かにこの広さだったらできますよね。運動もできそうなので、そういった何か遊び心があるといいですね。今後やりたいこと新スタジオでですか。でも確かに体操とか天気痛にいい体操とかもいいですよね。あとゲームとかあ確かに後ろにモニターありますもんね、うん、あ、いいですね。コントローラー持ってきて、あいいですね。これでできたらいいですねいいですね。ちょっと私のモニターが遠いのでエイムが落ちそうですけれども私も全然まだまだ、はい、強くないので、ちょっと一緒にねあの詳しい方いたら教えていただきたいですね。大画面でいや本当に教えていただきたいですよ。あのプロの方がやっぱりたくさんいますからね、うん、ウェザーニュースライブでゲーム上手い方いらっしゃるんでしょうか。どうなんでしょうね。アイリンさんねゲームすごい得意そうなイメージがあるんですけれどもね。山口さんはマリオの土管を超えられなかったんですね。でもそこまで行くとネタになるじゃないですか。あのやっぱり極端だと面白いんですよね。私多分ちょうど中間ぐらいなので、ちょっとどちらかに行けるように成長できるように頑張りますねこの時間もよろしくお願いします。ではモニターが出たということでラインナップもお送りしていきます。ちゃっかりやりましたねまずは振り返りアンケートを集計していきます。お次最新気象解説、詳しい情報について山口さん。